これはですね、お互いが同じ国の者同士でしたら、政治や経済に関して話題にしても決して構わないと思います。しかし違った国の者同士がその相手の国の政府のやり方とか、あるいは政治問題、経済問題に関して、ディスカスするのはやはり違う国のことなんです。やはり詳しく、もちろん詳しくないでしょうし、いろいろ議論のあれ元にもなるんで、できるだけ避けた方がいいでしょう。それから宗教の問題なんですけれども、これ宗教の問題に関しては国籍関係なく、あるいは例えばカトリック教徒の者同士、あるいはイスラム教徒同士の同じ宗教に属する人たちが、その宗教問題に関して討議するのは決して構わないと思いますけれども、異なった宗教の者同士がその宗教問題に関して特にビジネス面においては避けた方がいいと思います。で、私なんかも政治問題と宗教問題は決してディスカスするなと、しない方がいいということを、もう入社早々先輩から指導されました。